ロケとかで、うん、そのまあ、初めて行くお店とかでじゃあこのお店の悪口お願いしますとか、うん、それこそ情報番組でその番宣に来てた役者さんに対して毒舌をね、うん、そんなに笑うなよ。いいじゃん、相方が言ってるでしょ。面白いんだよな、相方が言ってることな。その顔で笑ってたのかよ今。それは自由に笑わせてあげてよ。これ笑わす顔のやつじゃないから。笑いのツボは人それぞれだから別に。7ページの写真なんで飛ばしたの、これ面白い写真。これなんか行った後の男優みたいな顔。いいじゃない、行った後の男優。穏やかな男優。穏やかだね。男優さんも SNS やってるからね、こういうの載せてるからさ。やってますけどな、こう思うとな、面白いよね、行った後の顔も。なんなんだよ、行った後の男優も直後は撮らないから、そんなに。さすがに。なんだよ、そんなに。知らねえよ、知らねえよ。今撮らない。SNS の写真ですって急には撮らないでしょ。